三尾発電所は、長野県木曽郡木曽町御岳に位置する、関西電力株式会社の水力発電所である。木曽川、水系大滝川にある発電所の一つ。大滝川に建設された、牧尾ダムを上部貯水池、木曽ダムを下部貯水池として、揚水発電を行う。最大出力は3万7千キロワット。1963年に運転を開始した。 三尾発電所は、ダムと同水路の双方により、落差を得て発電するダム水路式発電所である。最大使用水量30.90リッター、片メートル毎秒、有効落差137.20メートルにより、最大3万7000キロワットを発電する。取水先は、水資源機構が管理する大滝川巻をダム貯水池で、ある。取水設備として、 ダム上流岸側に高さ69.40メートルの取水塔が立つ。大滝川は、牧尾ダムから北へ大回りして三尾発電所方面へ流れるが、取水設備と発電所を結ぶ、導水路は、沢渡り峠地下を、ほぼ直線のトンネルで通り抜ける。導水路の全長は2.777キロメートルで、前線圧力トンネルで構成される。なおこの区間には、 三宅発電所や時和ダム調整地が立地するが、牧尾ダムや三尾発電所とは無関係の施設である。同水路集団には上部水槽として高さ74メートルのサージタンクを設置する。上部水槽から水車発電機へと水を落とす。水圧鉄管は1条の設置で、その長さは296.4メートル。水車発電機も一組の設置で、 水車は溶水ポンプをカネル率軸単輪単流、渦巻フランシス型ポンプ水車を採用。発電機は三小交流動機発電電動機で、その容量は 37000kV アンペアである。周波数は 50Hz と 60Hz の双方に対応する。水車、発電機ともに、日立製作所制。発電所建屋は、鉄筋コンクリート構造の地上を2階。 地下8階建てである。放水先は下流に位置する大滝川基礎ダム、調整地で、淡水区域内の放水口まで発電所から、放水路が伸びる。放水路の長さは 1.195km で、全線分厚トンネルで構成されている。牧尾ダム1961年3月、愛知用水公団によって建設されていた大滝、川牧尾ダムが完成した。 木曽川合流点より約1 0トル上流の地点に位置する包み高1 0 5メートルのロックフィルダムである。牧尾ダムによって形成される貯水池、三竹湖は7500万立方メートルの貯水量を有し、愛知用水の水源としての役割を持つ。この牧尾ダムの建設に際し、ダムに付帯する水力発電所の建設も合わせて計画された。当初計画では、 テネシー側流域開発公社のように、用水工事を施行する事業主体が自ら発電所を建設することが想定された。愛知用水公団設立前、農林省の計画では、出力最大2万5 0 0 0ットのダム、水路式発電所をダム下流左岸に建設する予定であった。その後、ダム設置地点の見直しにより発電所規模は、 出力 14000kW へ縮小される。さらに、1955年の愛知用水高団設立の後、高団による送電線建設の経済性、牧尾ダムからの放流による下流季節発電所の発電量増加などを考慮し、基礎川水系の季節発電所を管轄する関西電力に発電所建設を委ねる方針に転換された。 翌1956年12月、港団と関西電力の間に基本協定が交わされ、ダム直下に出力1万キロワットの牧尾発電所を建設することが決定された。1958年になって、関西電力は牧尾発電所計画を廃止し、新たに基礎発電所建設計画を立案した。牧尾ダム貯水池から取水し、途中基礎川 シリウオ川からの取水も一部合わせて1 9 5トルの水路トンネルにて導水、季節大桑発電所に発電所を置いて、最大11万キロワットを発電するという計画である。木曽川、大滝川合流地点の下流側に連なる根覚め揚松、桃山、須原、大桑の後発電所に関する再開発を目的としたもので、 調整地を持たない竜子未式発電所である上に、ほとんどが小規模のため大滝川、最上流三浦ダム貯水池の放流を、取水しきれないという状況の改善を狙いとした。しかし蒸気基礎発電所の計画も、着工段階に入って、再度変更された。修正計画は、牧尾ダムに付帯する発電所の計画を再び起こし、竜子未式発電所の再開発を狙った。 基礎発電所については、牧尾ダムの下流、基礎川合流点付近に新設する調整地に取水地点を改めるというものである。発電所が2カ所に分割されたは、水路施策ルート上に、地質不良箇所が複数発見され難工事が予想されたため、上流側の大滝川発電所は牧尾ダム貯水地から取水し、三丈村あさ沢渡りに発電所を置いて34000、 キロワットを発電するものとされ、1960年5月29日付で、国の電源開発調整審議会で建設が承認された。基礎ダム1960年7月5日、大滝川発電所取水口と水路トンネル上流部の工事からなる第一工区が、牧尾ダム建設にあたる西松建設、星野土木によって着工。続いて、水路トンネル下流部と、 上部水槽、水圧鉄管、発電所、放水路などの工事からなる第二航区が熊谷組によって着工された。着工後の1960年9月、関西電力は大滝川発電所に用水発電の機能を持たせると決定した。当時、火力発電所の大型化に伴い発電の主体が水力発電から火力発電に移行しており、水力発電が 戦闘負荷に応ずる役割を担う傾向にあった。その上、ピーク時とオフピーク時の電力需要の差が拡大傾向にあり、この対策にオフピーク時の電力をピーク時に活用できる揚水発電は最適と考えられていたのである。高団と関西電力の間での費用負担再計算のため時間を要したが、翌1961年12月に揚水発電について高、公団、 関西電力間の合意が成立している。工事については、第一工区の取水口工事が1961年3月26日の、牧尾ダム淡水開始に間に合わせるべく、短期間で施行される。第2工区では、1961年4月8日、発電所規則策工事の山側の利面が崩落し、作業員七人が死亡する事故が発生、工期が四ヶ月遅れとなる。 また水路トンネル工事でも、流水を伴う断層破砕体が支障となり難工事となった。工期遅れの挽回のため発電所建屋の工事では、発電機据え付けと建物工事を同時並行で進めるなど、特幹作業で施行されている。着工から2年半後の1963年1月29日、全工事が完了した。工事終了後、発電所名が、 建設段階の大滝川発電所から三尾発電所に改められる。そして1963年5月8日付で仮使用認可が下り、三尾発電所は営業運転に入った。使用認可は7月4日付で29日には春工式が挙行されている。遅れて翌1964年5月30日付で、 用水発電についての仮使用認可も下りた。用水発電の実施は三美発電所が関西電力社内で最初の事例であった。なおこの段階では用水発電の株池を提供する基礎ダムが未完成のため基礎ダム調整地ではなく時は発電所下流の仮締め切りによる淡水を暫定的に活用して用水発電に対応した。 1967年12月に基礎ダムが完成すると、三尾発電所の放水口が基礎ダム調整地内に移設され、計画通り基礎ダム調整地が下部地となっている。運転開始時、三尾発電所の出力は3万 4000kW であったが、1967年12月12日付で3万 5500kW へと増強された。 その後2015年5月8日付でさらに1 2 0 0ット増強され、出力は3 6 7 0 0ットとなる。さらに、翌2016年末時点では出力は3 7 0 0 0ットとなっている。ありがとうございます。